こんにちは、井上です。今日は習慣にすることの選び方というお話をしようかと思います。で、そもそもその習慣が大事ですとか、習慣として続けたいというのはあるんですけども、何を習慣にするかって結構大事じゃないかなとか思っています。まあ何でもかんでも続けられるわけでもありませんし、自分に合ってるわけでもないし、成果が出るわけでもないので、どの習慣を続けるかというのは日々考えておき、まあ、もしその習慣をやめるべきでやったら、もうやめるっていう選択も大事かなと思ってはいます。で、その習慣にしたいものっていうと、まあ、やりたいこととか、まあ、やらなきゃいけないこととかあるかと思うんですけども、ちょっとそれとは違う習慣の選び方として3つ挙げてみようかなとか思います。私がやってるちょっと習慣も交えてお話しします。で、1つ目については、練習効果があるもの、まあ、練習効果って、私練習っていう言葉が好きでですね、まあ、日々練習だとか思ってるわけなんですけど、まあ、習慣っていうことは、例えば毎日やるってことは、それがの練習が毎日できるってことなんですよね。で、よくですね、私がちょっと疑問に思うことであって、例えばトライアスロンやってますって私が言うと、あ、毎日練習してるんですかって結構聞かれるんですよね。不思議とですね。で、じゃあ一方仕事はどうかというと、仕事、こういうこと仕事やってます、毎日練習してますかって本当は聞かなきゃいけないと思うんですよ。で、自分もそう思わなきゃいけないと思うんですよ。じゃあ、まあ、そのトライアスロンって大変だし、大変なことだから、まあ、練習しなきゃいけないっていうのは分かりますと。で、仕事だってやっぱり大変なことでもあり、で、やっぱり日々練習しておかないと成果につながらないんで、練習ってしなきゃいけないのかなとか思います。だから習慣として、こう何かしら練習をしておくっていうのが、やっぱり仕事として大事じゃないかなとか思うわけです。で、それで言うと、まあ、私がやってる習慣で、例えば一日一新っていう、まあ、毎日一つ新しいことをやるっていう習慣があるんですけど、まあ、これって、まあ、なんだそれって、なんか楽しそうだし、そんな楽じゃないかとか思うかもしれませんけど、結構ですね、本当に毎日やろうと思ったら結構大変です。大変と言いますか、慣れるまで時間かかります。今は全然大変でもなくて、意識もせず、まあ、昨日何を新しいことやったかなと思い返せば、まあ、必ずあるんですけど、最初のうちは大変ではありました。今日一日なんか新しいことやってないなと。じゃあなんかこう最後にやらなきゃと思って、寝る前になんか iPhone のアプリを落としてですね、それを体験してみるとか、なんかそういうことをやったりっていうのはやってました。慣れるまではですね。今はそんなことしなくていいんですけど、まあ、これで何のためにやってるかっていうと、やっぱ仕事って新しいアイデアとか、その行動力って大事なわけですよね。まあ、結果的に行動しなきゃいけないとか、あとは行動するだけですとか、もう本当言い尽くされていますし、使い古されている言葉があるわけで、まあ、そこから脱却しなきゃいけないと。で、そこで考えたのは、やっぱり行動力身につけなきゃと。だから、いつもやってることとちょっと違うこととか、いつもこうなんだけど、ちょっと変えてみるとか、新しいこと躊躇しないでトライしてみるとか。で、新しいことってやっぱ不安もあるし、失敗もあるし、いろいろ障壁はあると思うんですよね。それを乗り越えていくっていうのが、やっぱり仕事として大事じゃないかなとか思いますんで、まあ、メンタルを鍛えるっていう意味もあるかと思うんで、その練習効果として一日一新をやってます。で、次が、まあ、やらないことリストを見るって、やらないことを決めて、こうエバーノートに入れて毎日見てるんですけど、やっぱこれも練習なんですよね。自分がやらないと決めたこと、やりたくないことをやらないっていうのを練習しないと、やっぱりうまくならないんで、まあ、ついやってしまうんですよね。ついこうやってしまったり、あ、これやらないと決めてたのにまたやってしまったとか思うわけですよ。だからそれがないために、それをなくすために日々練習をしてはいます。で、次は、まあ、早起きですね。早起きもやっぱり練習しないと早起きにならないんですよね。で、早起きするには夜ちゃんと寝なきゃいけないし、ちゃんと睡眠も取らなきゃいけないと。で、時間管理も必要ですし、朝起きて何をやるかというのも大事ですし、まあ、それもずっと私は練習してきていることです。で、経理、早起きして経理を、毎朝経理をやってるわけなんですけど、まあ、昨日使ったもの、まあ、なければないでいいんですけど、昨日こう使ったものについてそれを記録すると、レシートを見ながらそれを入力する。まあ、今音声認識入力でやってますけども、それをやるっていうのも、まあ、一応私税理士なんで、そういう経理っていうのはこう、まあ、慣れてる方ではあるんですけど、まあ、それでもやっぱりこう日々やっておかないと、その腕っていうのは落ちますんで、そういうことをやってると。で、ただやるだけじゃ面白くないんで、その音声認識入力を使ったり、Excel を使って効率的にやるっていう方法を毎日練習してはいます。
で1日1冊あの読書するって、1日1冊のペースで読書するっていうのをやっていて、まあやっぱり何かしら、まあ、まあ1日に1冊読まない時もあるんですけども、まあそのぐらいのペースで、それ以上のペースで読んではいます。で本を全く読まないって日はないですね。なんか合間にこうスマホで Kindle 読んだりとか、リビングでこう本を開いたりっていうのはあるんで、これもやっぱりその習慣を練習しないとなかなか身につかないと思うんですよね。ついついこう読まないで済んでしまったりとか、本が溜まっていったりっていうのはなったりするんで、でこれ何よりもその早く読む練習っていうのをやってます、私は。だからその多読っていうことをやってますんで、まあ一日一冊だと多読になるかと思うんですけど、でそうやって、まあ、読むというよりも情報をこうインプットするっていう練習をしてます。だから本を見てこれが自分にあの役に立つことだとか、ここはゆっくり読んだ方がいいとか、ここは飛ばし読みしていいとかっていう読み方の練習を日々やってます。でそれをやっておくと便利なのが、例えば新しいものが出てきた時に、それに取り掛かる時に何か読まなきゃいけないということはあると思うんですよね。マニュアルなり、まあ、ネットの記事なりとか あったりヘルプとかあるわけなんですけど、まあ、そういったものを読む時にめちゃくちゃ便利です。だから私もその税理士業で新しい法律が出てきた時に、まあ、さーっと読んで、まあ、それをハイスピードで読むことができるっていうのも、毎日勉強、その読書をして、その読み方の勉強なり練習をしてるからではあります。で、あとはまあ毎日まあメルマガを書いて、あとブログをあの2つ書いてっていうのをやってるんですけど、これはその書くことの練習もあるんですけど、この自分の頭の中をどうやって言語化するかという練習もしてます。で世の中のいろんなことをこうあのその中からネタになるもの、アウトプットにつながるものをこう掴んで、それを自分に入れるっていう練習でもあります。でこれも毎日やっとかないと錆びつきますし、うまくならないんで、まあ、必然的にやってるというところです。で YouTube に関しても、まあ、YouTube はこれ金曜日に3本撮って金土日で今アップしてるっていう習慣でやってます。まあ、これも喋る練習ですとか、動画編集の練習ですとか、こうライティングの練習とか、もういろんな練習があるわけです。でそれをやってはいます。であの YouTube はその金土日ではある、金曜日、収録は金曜日だけなんですけど、月から木まで、まあ、オンラインサロンで毎朝8時から15分こうライブ配信、まあ、こういった感じでライブでお話をしてます。まあ、そっちはその独立、まあ、一人仕事に関しての話ではあるんですけど、まあ、そういったことをやって、やっぱりそれも練習として積んでいっています。で次がまあタスク管理っていうのをやってるんですけど、これは朝何をやるかっていうのを計画して、で時間を見積もって、それに対して実績で何分だったか見積もるとどう違うかっていうことをこうやっていくわけなんですけど、これはまさに朝こう計画するっていうこともそうですし、毎日が練習なんですよね。それをあの自分が例えば5分って思ったものが4分でできるのか、もしくは25分かかるのかっていうのを日々確認しながら、自分の時間の見積もり精度っていうのを上げていくようにはしてはいます。まあ、そこもまあ一日中練習してる、まあ、寝てる時は関係ないですけども、一日中練習してるというような感じではあります。でそのタスク管理の元になったり、ブログのネタ元になるようなメモを欠かさないようにしてますので、今はエバーノートを使って、まあ、大体音声で入れることが多いんですけど、まあ、そのメモの取るっていう練習もやってきてはいます。これもたかがメモと思うんですけど、サラダメモで、メモを取るってなかなか身につかないんですよね。私はそうでした。最初のうちはなんかメモしようと思っても、何かさっとメモできなかったりとか、人と誰か話してる時とか、仕事、まあ何か打ち合わせをしてる時にさりげなくメモするっていうのが難しかったりとか、今はちょっとさりげなくメモしてたり、まあ言う時もありますけど、ちょっとこれメモさせてくださいとか、ブログネタにもなるんでメモしてさせてくださいとか言ったりとか、あとはまあ今はそんなに、まあ今は全くそんなにと言いますか全くないですけども、まあ飲み会の時になんかパッと思いついたこととか、質問いただいたことをさっとメモするとか、なんかこれも結構練習が必要だったりします。まあそういったことの練習のためにやってるというのが一つの目的です。で二つ目に関して言うと、分散するということで、まあ結構まとめてやるとすごい量の仕事をちょっとずつ分散してやると、これは私のその税理士業でも、まあ税理士業でその数字をチェックしたり、書類作ったり、まあ節税のこと考えたりみたいなことを、あの結構ボリュームとしてはあるわけなんですね、一社ごとのお客様で。でそれをこう分散してちょっとずつやるようにしてます。
で、そうすると余裕を持って考えることができたり準備できたりっていうのがありますんで、なんかそれをやってはいます。一日まるまるこうなんか書類を作るってなると気がめいりますんで、ちょっとそれをやって次にセミナーの準備やったり、こうやって話すことやったりとかっていうので切り替えてはいます。だからなんかそういうボリュームが大きいことで、もっと言えば経理ってやっぱり分散なんですよね。まとめてやると大変なんで、1年分のやつを1年分のレシートをこう見たりとかデータを見たりとかってすると、これなんだっけって絶対忘れますんで、昨日のことすら危ういのに、まあ、そんな1年前のこととかまあ忘れますよね。だからそう考えると、それを分散してやっておいた方が結果的に楽っていうことがありますんで、で、先ほどお話した練習自体もこう分散してやっとかないと、その練習をじゃあ3日間山ごもりでやるとかって言ったら結構大変だと思うんですよ。で、それが嫌いになったりとか、ずっとブログ書いてるとかって結構大変だと思うんで、毎日にこう分散してるっていう目的があります。だから分散したいものをこう習慣にすると。で、インプットとか勉強なんかも毎日ちょっとずつやらないと、直前でやると大変なわけなんで、だからそれを分散してやってるっていうことにはしてはいます。だからまあ、なんか分散したいことで、本を書くっていうのも、まあ本を書くとなると7万字とか10万字とかっていうのを書くんで、一気にやると大変なんで、毎日ちょっとずつやってます。で、チェックなんかも毎日ちょっとずつやるんで、その何か物を書く習慣とか、そういうチェック、分散して仕事をやる習慣みたいなことを持っておくとやっぱり便利かなとか思ったりします。運動とかもそうですよね。どっかでガーッとやったって、別にそれで1日で上手くなるとか速くなるとかっていうことはないので、毎日ちょっとずつやっていくのが一番いいので、そういったものを習慣にしていくと、例えばストレッチを習慣にするとか、ヨガを習慣にする、ジョギングを習慣にするとかっていうのは、やっぱりそういう分散の目的があるからではないかなとか思ってます。だから分散したいものっていうのを毎日の習慣にすると、だからちょっと気が重いなっていうようなもので、ボリュームがあるなと思うものは、私は毎日の習慣の中に取り込むようにはしてはいます。だから自分の軸作りですとか、自分のなんか方針を決めることっていうのも、一日こもって考えてもなかなかできないんで、だから私は毎日分散してアウトプットする中で、その中で軸を磨いてきたりはしてはいます。で、三つ目が、まあ、スッキリすること。まあ、習慣にして毎日と、例えば毎日やっていて、自分がスッキリすることを習慣にするっていうのは大事じゃないかなとか思ってます。例えば掃除とかですね。私はその5分で27個捨てるっていうものをこうやっていて、で、それをこう紙袋の中にこう入れて捨てるんですけど、結構朝やるとスッキリするんですよね。で、私片付けが下手なんで、片付けが下手で、今このカメラに映ってないところって、まあちょっと片付いてないところもあったりするんですけど、ただ少なくともそのゴミは毎日捨ててるんで、まあ、ちょっとスッキリはしてると、なんかそういうことをやってます。あとはですね、デスクトップ、パソコンのデスクトップって勝手にファイルができたりとかアイコンができたりするんで、それがもう気持ち悪いんで、毎朝そのファイルをこう整理するとか、まあ、デスクトップはもちろん整理するんですけど、いらないファイルがこう増えてくるとストレスになるんで、まあ、その日に作ったファイルというのはインボックスというホルダーを作っておいて、そこに入れておいて、翌朝必ず整理して削除するようにしてます。まあ、例えばブログを書くときに使った写真なんかは、もうブログにアップしてしまえばもう使わないんで、それをちゃんと削除するとかですね、まあ、そういったことをやってます。この YouTube のサムネイルなんかも一旦作って保存はするんですけど、 YouTube にアップしてしまえばあとは使わないんで、それを削除したりっていうのはやってます。で、あとタスク管理もそうですよね。自分自身の管理っていうのも毎日やっておくとこうスッキリすると、自分がどういう時間の使い方をして、まあ、何かやり忘れてることがないかなっていうこともなくすことができるんで、まあ、これもぜひ習慣としてやっておいた方がいいのかなとか思ったりします。で、この一日一新っていう、先ほどお話した毎日新しいことをやるっていうのも、毎日一個新しいことをやるとなんかこうスッキリするんですよね。やっぱり楽しいですし、新しいことって刺激的で、だから仕事、今までの仕事ばかりをやってると一日一新ってできないんで、そういう刺激の効果っていうのもあります。で、あとはですね、スッキリするっていうことで言うと、習慣全般がそれに言えるんですよね。習慣を今日もやり終えたっていう、まあ、例えば毎日の習慣だったら今日もですね、週に1回の習慣だったら週に1回、それをやることによってめちゃくちゃスッキリすると思うんです。だからそういう効果があるんで、まあ、やっぱり習慣っていうのは
何かしら増やしていって、まあ、ある意味習慣で埋めてもいいのかなとか思ったりします。でこの間ちょっとブログネタで習慣についてどのぐらい使ってるかなとか考えると、平均して1日4時間使ってたんですよね。4時間が習慣で埋まってるんで、まあ、ある意味そこは新しいことやってないんですけども、その代わりあと4時間あるわけなんで、その中で新しいことをやってるんで、まあ、別にその4時間を今後、まあ、習慣っていわばその時のためだけではなくて、今後に向けての積み重ねではあるんで、まあ、4時間費やしても別に私はいいんじゃないかなとか思ったりします。で習慣って、まあ、なんかこう言うとあれなんですけど、すぐに売り上げに結びつかないんですよね、実は。ただ、まあ、今後の売り上げにはつながる可能性があるんで、まあ、ここの4時間、まあ、例えば8時間仕事するとしたら、4時間は今の売り上げのため、4時間は未来の売り上げのため、4時間プラスアルファですね。そういうぐらいの区分けにしておくのもいいんじゃないかなとか思ったりはします。まあ、そうしないと今は食べていけてても、まあ、将来的に食べていけないですとか、まあ、いろんなトラブルに対応できないということにはなったりもすると思いますので、だからまあ習慣っていうのはおすすめはしてるんですけども、まあ、その習慣として何を選ぶかということで、まあ、練習したいもので分散したいものでやることによってスッキリするものっていうのを選んでみていただくといいのかなとか思います。でもしですね、習慣を続ける自体がもうスッキリしなくてもう嫌だと思うものは嫌だとか、もう続かないものはもうどんどん切り捨てていいかと思うんです。その代わり新しい習慣を何かしら選んで、これは練習にもなるし分散もにも練習になるか分散になるかスッキリするかで、これは続けている意味があるんじゃないかなと思うものをやってみると、でその結果それが成果につながれば自然と習慣も続くんじゃないかなとか思います。でこれ大事なのは、絶対この習慣は役に立つって思ってから習慣にしないことですよね。最初のうちは分からないわけなんで、それが成果があるとか効果があるとかですね。だからまあこれはメリットがあるんじゃないかな、成果につながるんじゃないかなぐらいのところから始めていかないと新しいことってできないかなとか思います。まあ、そういう意味でやっぱり新しいことをやっていく行動力っていう一日一新っていう習慣はすぐできますし、まあ、難しいんですけど、先ほどお話したように新しいことを1個やるっていうのは難しいんですけども、比較的すぐできてお金もそれほどかからない、まあかかったりするものはあるんですけども、お金もかからないっていうのもあるんで、ぜひおすすめしている習慣ではあります。というわけで今日は習慣の選び方ということでお話しさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。